今日は板車通りに集まっていただいたのですが、詳細まで紹介できなかったチームボーカロイドの方々の板車を紹介したいと思います。こちらの板車は初音ミクが持っているネギ色の色に合わせてタイヤのホイールの色をネギ色にしているところがポイントです。ステッカーは手作業でカットしていて細部までこだわっているところがポイントです。こちらの板車はボンネットのステッカーがつなぎ目のない1枚でできているところがポイントです。こちらの板車は速さに関係のない電飾やオーディオ、エアコンはつけてないところがポイントなんですって。こちらの板車はガルウィングと電飾がポイント。宙に浮いてるみたいですね。こちらの板車はシンプルで普通の自動車と変わらないように見えますが、ステッカーではなくマグネットや内装で板車にしているのがポイントです。こちらの板車はサーキットも走れる板車なんですって。集まっていただいたチームボーカロイドの皆さん、ありがとうございました。